熊本県阿蘇市。県の東側に位置し、大分県との県境にあります。人口は27,000人余り。阿蘇山などの風光明媚な場所や阿蘇神社などに代表される歴史的名所がある地域です。阿蘇の町は外輪山の山々に囲まれています。山に降った雨が森の中で蓄えられ、豊富な地下水となり農業が行われるなど、地理的恵みを生かし栄えてきた町です。しかし阿蘇市周辺の森は所有者が比較的小規模な面積ごとに分かれており、専業で林業を営む人はほとんどいません。農業をする傍ら兼業で森を管理する人が多く、作業の負担が大きいことから管理が行き届かないなど、森林整備が進まない状況があります。そんな阿蘇市に森林環境の保全活動を行っている団体があります。 NPO 法人ふるさと創生です。ふるさと創生では森林所有者と森の管理契約を結び、森林整備を行っています。森林所有者が行うはずだった実際の森での作業のほか、行政に提出が義務付けられている森林経営計画の作成など、煩雑になりやすい事務作業もまとめて行うことにより、森を放置しない仕組みを作っています。そして林業事業者には預かった森の整備を委託し、仕事を創出。ふるさと創生が森林所有者との間に入ることで、事業者にとっても規模に合った森林整備の仕事が確保できるといったメリットがあります。例えば所有者さんから見るとですね、山が、まあ、負債というか山お荷物っていうような感覚ですよね。そういうところで、まあ、作業するにあたって、まあ、図面も作りますし、自分の境界もはっきり分かりますし、もちろん干ばつ搬出であればですね、お金になって換金、あ、この山は負債じゃないんだと、10年に一度こう言ってみたらボーナスが出るみたいな山なんだっていう意識も持ってもらえますし、例えば、まあ、田舎に住んでる人ですよね。山村部に住んでる人が要は長い間通勤しなくても、山でそこがもう働く場所だからですね、まあ、創出っていうんですかね、そういうことによってやっぱり山村部の地域活性化というか、まあ、山村部に山の人にも山で働く人にも、まあ、お金を落とすというんですかね、そういうのでこう経済が回っていけたらなっていう感じでもちろんありますね。山の調査に同行しました。当日は雨でしたが、管理の依頼も多く、よほどの悪天候ではない限り、坂東さんなどスタッフは各地へ赴きます。森の中で計画書に必要なデータ集めや、作業時に必要となる資材置き場が確保できるかなどを下見します。本来であれば森林所有者や林業従事者が行うこのような作業もふるさと創生で行っています。苗木の栽培卸の仕事をしながら所有する森の管理を行ってきた古賀さん。本業が多忙になり、自分で管理していくことが難しくなったことから、ふるさと創生に委託しました。でもお願いして、今もう2回目よ、一箇所ですね、一丁南段のところと、で今がもうか4丁南段ぐらいかな、5丁近くの山の間伐をしてもらえるんですが、本当それで助かっております。現在ふるさと創生が森林所有者から森の管理を受託している面積は1360ヘクタールとなっています。
阿蘇で林業を営む山部さん。間伐作業に携わってきたふるさと創生の理事です。森林所有者イコール林業従事者っていうかね、森林所有者がそのまま林業に従事しているって、これはもう自伐林業家っていうんですが、そういうそれとまた私たちの場合は全く違うんで、あの作業依頼を受けて、所有者に、森林所有者に作業依頼を受けて作業したりとかですね、そういういろんなお世話で NPO を通じてそういういろんなね仕事であったりいろんなお世話でできるということです。なぜかというと多少林業の場合やっぱ補助金が絡んできますんで、やっぱそれが全然なくして完全な手入れとかできないんですよ。と木材単価がもう低迷している以上ですね、もう昔と違ってちょっと低いんで。ふるさと創生が森林経営計画や補助金の申請などもすることにより、森林所有者が森林整備を委託しやすい環境ができ、林業事業者の仕事の確保につながっています。ふるさと創生が委託し森林整備を行う事業者は34事業体110名に及んでいます。ふるさと創生では林業従事者を対象とした安全講習会や県の林業大学校への協力など、林業の担い手育成にも力を注いでいます。安全講習会は事業者の垣根を越えた技術向上の場にもなっています。まあ、安全講習というのは年に一度ですね、技術交流というのを含めてですね、請負の皆さん集めて、また横のつながりですよね。林業ってどうしても小さいグループで動いてしまいます。3人なら3人ばっかりの世界になってしまいがちなので、横のつながりを持って技術研鑽というかそういうのに努めていってもらいたいなという思いでやってます。近隣の小学校の5年生への林業の授業や、小学1年生から3年生を対象とした自然教室など、ふるさと創生では森林整備のほかに子ども向けの活動にも力を入れています。自然教室では道具から自分たちで作って行う流しそうめんやツリークライミングなどが行われています。NPO 法人ふるさと創生は森林整備事業の仕組みがモデル的であると高く評価され、平成30年度ふるさとづくり大賞を受賞しました。で、 NPO みたいな団体がですね、他にできそうな感じのとこには積極的に、ノウハウじゃないですけど、10年間のいろいろな蓄積がありますので、そこが独立してやっていきやすいような、そういう支援みたいなのはしたいなとは思ってますね。だからどこの地域でも山主さんが路頭に迷わないような、で山で働きたい人が、あれなんか仕事がない、ずっと仕事がなくて生きていけないっていうような、そういうような状況ができないっていうような環境作りっていうんですかね、体制を作りたいなと思ってますね。 NPO 法人ふるさと創生は、小規模な森林所有者が多いという地域特有の問題を NPO がまとめて引き受けることで解決してきました。その取り組みは複雑で放置されがちであった森林整備のモデルケースとして期待されます。